にちは、 JFC 宮崎山内隆二です。今日は自分に出番が回ってきたんで何をしようか考えてたんですけど、自分は月に1冊から2冊ぐらい本を読むんですけど、その読んできた本の中で面白かった本を3冊紹介していきたいと思います。じゃあ早速1冊目から。1冊目はこれです。じゃん、幸せになる勇気。結構めちゃめちゃ有名な本なんですけど、嫌われる勇気っていう本のめっちゃ売れた本の続きみたいな本なんですけど、アドラー心理学みたいな心理学の本で、なんか考え方の本で、なんかいろいろこういう考え方もあるんだみたいな、すごい勉強になる本で、嫌われる勇気読んだ後に読んでみるととても面白いと思います。嫌われる勇気と一緒で、なんか先生と青年の対話形式で話が進んでいくんで、読んでてめちゃめちゃ読みやすい本だと思います。これは結構多分面白いと思います。めちゃめちゃ売れてるんで、相当面白いんで、ぜひ読んでみてください。幸せになる勇気です、1冊目で。次がサッカーやってるんで、サッカーの本もと思って、このこれですね、挑戦状シリーズ、選ばれし者への挑戦状。ここにないやつもたくさん、2冊ぐらい多分あるんですけど、まあ、全部読んだんですけど、ヘススアレス、サッカーのなんか評論家みたいな、わかんないですけど、人が書いてる本で、めちゃめちゃ多分変わってる人で、すごいなんか変な目線からサッカーをこう評価していくみたい な、 なんか戦術はこうだみたいな、まあ、そういう本じゃなくて、なんかもうサッカーに対するすごい偏見な本なんですけど、そのなんか変な見方とかがめちゃめちゃ面白いんで、読んでみたら多分相当面白いと思います。いろいろこのほにゃららへの挑戦状とかめちゃめちゃ面白いです。その考えは馬鹿げている、こういうめっちゃ変わった感じなんですけど、多分読んでみたら面白いと思います。ぜひ読んでみてください。この挑戦状シリーズですね、これマジで面白いです。そしてラスト1冊、第1位ですね、第1位はこれです。バーン、はい、はい、悪魔とのおしゃべり。すごい分厚いですけど、これはなんかお見かけだけで、中はすっからかんです。これも天使とのおしゃべりっていう本の第2弾なんですけど、もう一個はないんですけど、佐藤光郎さんみたいな人が書いてるんですけど、なんか他にあるなんか正しいことを勧めるみたいな本とは違って、なんか悪いことをやれみたいな、なんかすごい変わったことがいっぱい書いてあって、正しさを疑えみたいな、でこれも、まあ、それが全てではないですけど、なんかめちゃめちゃそうです、こういう考え方もあって、いろんな考え方があるんで、読んでてすごいうわーってなります。本当に読んでみたらわかると思うんですけど、めちゃめちゃ分厚いんですけど、中はすごい字も結構大きくて読みやすいんで、めちゃめちゃ面白いと思う。人間スーツ論っていう、なんかすごいわけわかんないなんかことが書いてあるんですけど、読んでみたらすごい面白いと思います。まあこんな感じですね、悪魔とのおしゃべり、めちゃめちゃ面白いです。ぜひ読んでみてほしいです。はい、じゃあ以上で本の読んでみてきた読んでみた本の中で面白かった本の紹介を終わりたいと思います。ありがとうございます。よし、何分だこれで。